昨日、市市にある大野練習場で行われた合同自主トレ。20日まで高知県で自主トレを行っていた坂倉選手や、西川選手の人的保障でオリックスから移籍してきた日高投手など、合わせて28人の選手が参加しました。練習には沖縄でカブスの鈴木誠也選手と自主トレを行っていた期待の高卒2年目内田正大選手も合流しました。毎日充実しててもう本当に楽しかったです。憧れでもありますし、こう手本にしてた選手なんで、こう近くで見てその1日の動きだったりとか、そういうのがもうお手本になって、野球もそうなんですけど、日々の過ごし方っていうのも見れて充実してたなって思います。鈴木選手と同じドラフト2位で入団し、2年目のシーズンを迎える内田選手。2年目で打率3割4分4厘の成績を残した憧れの先輩を目標に、今シーズンの飛躍を誓います。去年は1軍に1回も上がってないんで、誠也さんからも言われたんですけど、何億倍も練習して1軍行きたいと思います。入寮からおよそ2週間が経ち、日々練習に励むルーキーたち。まだ緊張するところはありますけど、慣れてきました。テレビで見てた人ばっかりなんで、ちょっと緊張してますけど、先輩の背中を追いかけながら今は練習やってる感じです。トレーニング中に先輩たちと話をしたり、ブルペンに入って感触を確かめるなど、プロの練習にも徐々に慣れてきたようです。大学時代よりは全然土の質とかも違いますし、やっぱそこを確認しながら今やってるので、でもその中でだいぶ感覚がつかめてきてるので、いい感じにできてると思います。初めてのキャンプインまでおよそ1週間、ルーキーたちも力強い意気込みを語ります。今シーズンはその一軍のマウンドに立てるようにやることで、その今後の目標っていうのが、その大一番に任せられるような投手になっていきたいと思います。1軍2軍どちらにしろ、やっぱり自分の持ち味をアピールする場だと思っているので、やっぱり元気に新人らしく練習に取り組みたいですし、やっぱアピールできるところはきちんとアピールしてやっていきたいなと思います。開幕1軍を目標にしているので、やっぱそこに向かって、結果にこだわってやっていきたいなと思います。